竹さん、息子が食べても太らないと悩んでいますだって。確かにかなりの量を食べていると思うんですが、あまり体重が動かないです。消費カロリーで摂取カロリーが多ければ必ず体重は増えるものですか。まあそうとも限らないかな。なんか脂肪の分解する酵素の、なんだろ、分泌量とか多いと、もしかしたら痩せやすくなるかもしれないし、あと内臓の機能が弱い可能性もあるしね。なんか吸収がうまくできないっていうパターンもあるので、カロリーだけではなく栄養素がどういうものを取ってるのかを気をつけてあげたいんじゃないですかね。なんかご飯 10% おかわりしてるとかっていうだけだと、はい、炭水化物しか食ってねえんで、なかなか筋肉ついたりとかそういったことに結びつかなかったりもするので、食べてる内容とかいろんな栄養素とかも気をつけつつ、したらいいんじゃないですかね。まあ若い頃は太りにくい体質でもあるので、そういう方もいるので、あんまり気にする必要もないんじゃないかな。